港区女子さん。おごりおごられについて千文字以上で語るも、たった一言で言い表されてしまう、がネットで話題。内容はこちら。港区女子さんが、おごりおごられについて千文字以上で熱弁するも、X 民にたった一言で言い表されてしまったようです。では、内容を見てみましょう。瀬野優子。男はおごって当たり前。女がそれに感謝をするのも当たり前。都心部におけるおごりおごられ論争の着地点はこんなところでいかがだろうか。港区、新宿区、渋谷区、中央区近辺を拠点とし、第一線で遊んでいる女性たちからは支持が得られる案なのではないだろうか。正直、私は年齢や立場が対等な友人関係を除き、昔から男がおごって当たり前と思って生きている。というか、この価値観で生きていても何の問題もない環境に身を置いてきた。男がおごって当たり前という価値観についてネット上で怒り狂っている男性たちは一体何なのか。私には所得が低い、田舎者、モテる気がない以外の答えが見つからない。地方在住金なしジジイはマジしぶとい。とはいえ、私は彼らに変化を求めているわけではない。女性と食事をした際におごる男性がほとんどの世界線に、そういった男性、おごらない男性が現れれば、当然ながらモテない、スタートラインにすら立てないだけなので、それでいいのなら構わない。もっと言えば、私とは関わることがない類の方々なのでどうでもいい。ただ、都心部にいる華やかな女性たちから、二度と遊びたくない、論外、といった判断を下されるのは仕方がないというだけの話である。こういった意見に対し、SNS 上で、会計時に財布を出さない女こそ論外、おごってもらって当たり前の女はこちらから願い下げだ、と顔を真っ赤にして反論している方もいたが、まず彼らは我々には関われないので、どうか気にしないでほしい。ただ、こういった論争の際によく出る、女は様々な美容代にお金をかけてデートに臨んでいるからおごれ、といった意見には、全く頷けない。それが通用するのであれば、燃費の悪い高級車で迎えに来たからガソリン代を払えが通用してしまう。そもそも今は男性だって美容にお金をかけている時代であり、私は男性のために美容代を費やしたり化粧をしているわけではない。同性や家族と出かける時だって化粧はするし、可愛い服は着る。たとえ本当にデートの日に合わせてネイルや美容院に行っていたとしても、それをデート相手のためにしたことだからおごれと主張するのは無理がある。そのおめかしは自分がデート相手に気に入られたくてしたことなのだから、結局は自分のためにしたことだ。ついでに、素敵な女性にならおごりますよといった男性の意見も多く見受けられたが、これはうるさい以外の何者でもない。本気で言っているのならば、素敵だと思っていない女性をわざわざ差しでデートに誘うな、暇かという話である。ちなみに私自身も過去に自分のツイートが発端で似たような割り勘論争を巻き起こしたことがあるが、その際には割り勘にすることによって思った、おごられたの関係をなしにしてあげている。この気遣いがわからないなんて、と西東京在住のおっさんから元気なお便りが届いていた。それはもしかしたら、どこかの誰かには素敵な気遣いとして受け取ってもらえるのかもしれないが、大抵の人には、そんな気遣いはいいから、もっと身だしなみや店選びにでも気を使ってくれ、と思われてしまうのではないだろうか。定期的に勃発するおごりおごられ論争。これは、現実世界では交わることのない属性の老若男女が、簡単に集結することができる SNS 上だからこそ起きている。おごられたい女はおごってくれる男の周りに身を置くし、おごりたくない男はおごらなくて済む女をめでる。そんな交わることのない価値観の両者が SNS を通して交わってしまう。おごりおごられ論争には互いの正義があり、日頃通用している互いの当たり前や普通がある。つまり、おごられるのが当たり前という価値観側の私がこんな記事を書いたところで、論争は収束しないし、ぶつかり合ったところで分かり合えることもない。いかに交わらずに生きていくかが互いのために重要となるのではないだろうか。この港区女子の千文字以上のお気持ち表明に対し、X 民が次のようなポストを発信。ロックウェル。私は乞食です、と書くだけでこの長さ。たった一言で言い表されてしまった港区女子。今どんな気持ちなのでしょう。
次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。俳句にも満たない単価の切り方で草。ようやく助かります。簡潔でわかりやすい。この長文読む気にはならんよね。伝えたいことは簡潔にまとめる。大事なことやね。ドイツの歴史書のやつだ。ドイツの歴史書を見たイギリス人みたいで好き。笑ったクク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 ク。秀逸。まさしく秀逸ですね。次はこちら。そんなに長文でもないやんと思って原文見たら死ぬほど長くてビビった。インポスだから4行くらいかと思ってみたらむちゃくちゃ長くて笑った。想像より長くて草。予想の100倍長かったわら。長い上に内容がペラッペラで笑った。文の長さイコールこの人のプライドの高さなんでしょうね。これだけプライド高いくせに他人に寄生するのは恥じゃないの怖いです。素直に恵んでほしいって簡潔に言えばいいのに。港区女子の1000文字以上の長文を気持ち表明。あまりにも長すぎて誰しも途中で読みたくなくなると思います。次はこちら。結局おごってもらうのが当たり前の部分は大した根拠示さず、おごらない派のことは分かった気になって分析ごっこお気持ちしてるだけだった。いろんな考えがありますな。知ってる人ならおごっても良いと思いますが、そうでない人もいてそれぞれですね。そこに常識はないかと。おごるおごらないは自由だけど、男はおごって当然じゃないし女もおごられて当然じゃないって話なのに、乞食根性のせいで女はどんどん醜くなっていく。知らない人におごるという概念がそもそも間違っていると思います。最後はこちら。乞食女の話は無駄に長い、しかもつまらんという意味ではいい例えかも。簡潔に書くほどの脳がない。それをここまで長く語れるのがもう面白くてならない。人力チャット GPT すこ。逆に才能。小説家になれそう。確かに1000文字以上の長文を気持ち表明、なかなかできることではないかもですね。結論。今回の港区女子の1000文字以上のお気持ち表明、読んでいて途中で挫折しそうになるほどの長さですよね。しかも内容は自己肯定による主張ばかり。まあ要するにロックウェルさんの要約通り、私は乞食ですと言っているようなものですよ。おごりおごられ論に関しては、おごられる女性が決めるのではなく、おごる男性が決めるものだと思います。初めからおごられる前提でいること自体があまりにも非常識であり傲慢な考えだとしか思えません。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひこの機会にチャンネル登録のほどどうぞよろしくお願いいたします。